よっしゃーってことで、またまた夢訪問にやってきました。視聴者さんの島ということで。さて、またまた視聴者さんの島にやってきました。うわ、すごいな、これ。これ自作のマイデザインでしょ。みんな旗のデザインすごいな。かなり考えて作られてますよね。さて、マップを見ていきましょうか。プリプリ島。名前がすごいな。うわぁ、可愛らしい住民ばっかりだね。可愛い女の子ばっかだ。お、ペニーノちゃんもいるんだね。お、ミントちゃんもいる。今ね、サブ島で介入したい候補ナンバーワンですから。おぉ、なんかすごい独特な住宅街だな。いや、住宅街ではないか。まさに、自然と水源の島って、イメージですよね。地図を見たところ。まあ、実際に見てみないとわからないけどね。そして、高低差もすごいよな。緑の色が全然違うわ。て、これすごいな。目とか鼻とか口は同じだけど、髪の色だけ違うってことね。さあ、プリプリ島見ていきましょうか。うわ、すごいね。案内所の前に大きな崖があるわ。巨大すぎでしょ。で、これはどこから行ったらいいんだ？あー、なるほどね。ちょっと今ね、ぐるっと回ってみたんだけど、ここからしか行くことできないみたい。うわ、すごい、なんだこれ。ファンタジーの世界。なんだこの島、すげーぞ。童話の世界ですね、これ。まさに絵本の世界よ。いやー、これがガチの自然溢れる島か。自然溢れる島ってたくさんあったと思うんですけど、その中でもダントツで可愛いよね。可愛いと自然と水源を掛け合わせた、そのような島になっています。この川の形がいいよね。人工的じゃなくて。で、ところどころに滝があります。で、獣道のマイデザインを活用されているということで、いや、非常に可愛らしい島になってるね。うわ、なんだなんだこれ、樹海みたいなところにやってきたぞ。あ、これ降りることできないんか。うわ、すごいな、なんだこれ。うわぁ、これ時間帯も厳選されてるのかな。遠くの方が薄暗くなっていて、幻想的な空間に見えますね。うわ、すごいこれ。小人の家とかかな。さあ、博物館のところにやってきたぜ。自然あふれる博物館。横には図書スペースが広がっている。お、なんだこれ。うわ、すごいね。超オシャレな作りになってる。いや、最近の島さ、ほんとレベル高すぎでしょ。なんなんだこの島は。たくさんの木が植えられてるのがまたいいよね。自然溢れる島って感じがして。待ってみんな。常吉ビーチがめっちゃ可愛らしくなってるよ。もはや常吉が上陸すると思えないところですね。さあ、裏側歩いてってるわけですが、なるほどね。ここジャンプできるんだ。あー、ちょっとはしごあれば嬉しいんだけどな。はしごないな。うわ、ちょっとこれ帰れるかな。超入り組んでてさ。お、あら、どちらさ、まあ見たことないってことは新人さんかしら。まあそんなこと夢の中ではどうでもいいんだけどね。ルララ。見かけない人だね。もしかしてあたいのファン？ちなみにここら辺は住民の家が密集してる地帯になっております。高低差もすごくあっておしゃれな作りになってるね。夢の中で値にあるなんて超ラッキーだね。なのよ。うわー、可愛らしい作りになってるね。住民の家がここに密集してんのか。お、桃の木がたくさんあるね。花の配置がうまいよね。花の色の使い方って言った方が正しいんだろうか。すごいな。島全体が花畑よ。こんな島みんな見たことある？なかなかないよね。自然な地形と広葉樹、フルーツの木、花っていうことで、そういったね、自然のものを多数活用されているところが非常におしゃれ感を増している。で、ここが高台になっているって感じですね。わ、すごくね、眺めがいいね、ここ。ちょっと待てよ。下の方に降りていきたいわけなんだけど、これ住むことできるか？あー、これ無理やな。ちょっと待って。あー、こっち突破することできた。なるほどね。ここから行くことができるってことか。すごい島だな。お、アップルちゃんだ。初めて会うよね。プリプリ島へようこそ。夢のようなひとときを過ごしていってね。キュルルン。かわいいアップルちゃん。最高だぜ。お見かけしない方ですけど、よそからいらしたんですか？ここは夢のように素敵な島なんですよ。楽しんで行ってくださいね。ダッベア。おぉ、メープルちゃんもいる。かわいいね。メープルちゃん、最高。さあ、下の方にやってきました。うわ、すごいな。ここもね、ほんと森って感じがするよね。いや、非常にレベルが高い。で、ここにはうまく低木が活用されている。後で写真を撮らせてもらおうかな。いや、ほんとすごいな。あ、なにここ。メルヘンの国にやってきたよ。メルヘンの国ということで、マーメイド家具がいっぱい置かれてるね。そして、この花畑を、砂浜にも花がね、たくさん配置されてるということで、いや、非常に可愛らしい作りになってるね。で、ここを右の方に行くと、どうやら飛行場になってるみたいです。さあ、飛行場はこちらですね。わ、すごいね。飛行場の前のレベルが高すぎる。うわ、なんだこれ本当。うわ、この島絶対バズるわ。
バズる島ですね。絶対真似したくなる島、そう言っても過言ではない。周囲は滝に囲まれてるってことか。今ね、音消してやってるんだけどこれ音をオンにしたら結構大変そうだな。うわ、それにしてもさ、本当に自然あふれる島だね、ここ。まさに道なき道を進んでるって感じがする。そして高低差があるのがいいよね、ここ。視点を上にすると全く違った景色が見えてくる。ここもね、すごくいいところだと思います。で、さっきはバラだったんですが、今度はヒヤシンスか。お、ヒヤシンスのランプが多数置かれている。いや、ヒヤシンスのランプほんと可愛いよね。夜に見ても映えそうな島ですよ。なるほどね。いや、だけど家の周辺もすごいな、ここ。お、リンゴ畑だ。おー、なんだなんだここ。ここはなんだ。はいはいはい。うわー、すごいところにやってきた。なにこれ。なんか本当にさ、絵本の中の世界迷い込んだみたいな感じだね。うわ、ろうそくが綺麗すぎやろ。なにこのろうそく。ちょ、右の方に行こうぜ。ところどころにキノコ系家具も置かれてるのがいいよね。なんかこのさ、ふわふわな、マイデザイン可愛すぎないか。なんか雲の王国みたいな。映えスポット多すぎでしょ。ここら辺とかさ、女の子が好きそうだよね。うわぁ、視点を上にすると超オシャレだね。いや、ほんとにさ、最近の島レベル高すぎやろ。なんなんだ、ほんとに。すごい次元の島だな。いや、ほんとになんか女の子の理想が詰まってる島って感じがするね。オシャレ女子が作る島。で、ここも多分ね、下の方行けるんじゃないかな。またまた家があるね。ようこそ。そしてここにも花畑ということで、いや本当にさ、自然をテーマにするんであれば、低木、広葉樹、フルーツの木、針葉樹で花、これをねうまく活用していく必要がありますよね。いや、それにしてもさ、川とか池の使い方がうまいよね。自然あふれる水源の島。ところどころになんかクマちゃんが置かれてるのも可愛いわ。で、ちょっと待てよ、これさ、どうしたらいいんだろう。なんかね、あそこから先進むことができないんだけど、これ戻らないといけないよね。さあ、左のところに戻ってきたぜ。それにしても家具の数もすごいよね。これだけ集めるのにどれぐらい時間かかったんだろう。いや、相当時間かかってるよね。お、楽器が置いてあるぞ。いや、マジでさ、無駄なスペースがほんとないよね。無駄なスペースがなさすぎる。すべてうまく活用されている。いや、木の使い方がうまいよね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。で、視点を上に向けると、うわぁ、すごいここも。なんかさ、なんかこの島歩いてるとどこ歩いてるか分からなくなるよね。逆に言うとそれだけうまく作られてるってことでしょうか。で、こちらも住民の家ですね。さっきのところまで戻ってきた。で、ここはまだ行ってなかったよね。おー、斜めの道もいいね。よいしょ。ジャンプージャンプー。で、左の砂浜にやってきた。うわー、すごい。ここも噴水広場だね。雲の上の噴水広場ということで。で、上見上げるとフランソワちゃんが歩いている。いやー、本当にね、メルヘンの国。うわ、何ここ。うわ、すごい綺麗やな、ここ。待って、めっちゃ綺麗なところにやってきたんだけど。うわ、すげーな、これ。映えすぎだろ、この島。そしてさ、このなんかさ、なんで言ったらいいんだろう、星の道って言ったらいいのかな。この星の道がさ、超綺麗じゃない。何これ。うわ、すごい。桟橋が、おしゃれすぎる。いや、これさ、カッペイが来たら驚きだろうね。うわ、なんだこの島みたいな。カッペイもびっくりですよ。いや、砂浜もさ、本当に作り込まれてて、無駄がない。何がすごいかというと、無駄がないところだよね。本当に。なんか1マスも無駄にしないっていうね、島根さんの思いが詰まってる島で、こちらは、お、滝になってるってことか。滝の使い方もうまいよね。2段目が2段で、で3段目が1段ということで、あの段差がついてる滝の作り方もいいよね。よいしょ。いや、本当にさ、すごい島だったわ、ここ。いや、何よりさ、この花畑がいいよね、雰囲気。お、また新たなスポットにやってきたぜ。よいしょ。お、ここはなんか秋の雰囲気が漂っていますね。テーマを決めて家具を置かれてるのがいいよね。すでに気づいてる方もいるかもしれませんが、置かれてる家具がね、かなり統一されてるんですよ。たくさんの種類の家具が置かれてないんだけどさ、まあ、同じような家具が多いんだけど、ただ配置がすごく考え込まれている。まさに島の雰囲気に合ってますね。そして何これ。女子会やってるじゃん、女の子たちで。可愛いね。可愛いもの三重視。いや、やっぱりさ、小さい系の女の子のキャラ可愛いよね。いや、これ
これはさ、本当に女の子受け間違いなしだよね。いやー、この島はね、絶対に女の子に見てほしいわ。もしよければね、高評価とね、拡散もしていただければ非常に嬉しいのでよろしくお願いします。いやー、この島はね、本当にたくさんの人に知ってもらいたいわ。いや、絶対に見てほしい。特に女の子には。よし、ということで、本日の動画はこの辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録お済みでない方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも生放送と動画見ていただければ幸いです。あとはね、今日みたいな島をね、どんどん紹介していくので、そういうおしゃれな島をね、見たいなっていう方もぜひね、これを機会にチャンネル登録をお願いいたします。じゃあね、みんな、バイバーイ。